セルマルハンさんに初めて、あのマルハンさんですよ、初めて、来店で来るわけなんですけど、まあ、結構未知数なんですよね。あんまりプライベートでも行くことがなくて、マルハンさんって、まあ、でかいのはでかいんですけど、まあ、僕の中で結構今すごい楽しみにしてきてるわけなんですけど、あのね、並びが昨日みたいにあんま多くない。昨日はまあぶっ飛んでるんやけど、1600人っていう、なんかもう遊園地のアトラクション並みなライブ会場みたいな感じであって、今日は結構抽選やりがいのある感じのワクワク感が今すごいたぎってきてる状態です。でミッションがこちらです。新章が始まって新たなミッションが与えられました。ロングミッションはなかなか厳しい数字やけど、みんなで頑張ります。ミッション達成で可能な限りの願い事が叶うけど、失敗の時の恐怖収録ってなんや。ショートミッションは月1で与えられ、1回目は5000の3枚、さだま勝負。勝者はロングミッションのご褒美アップか罰ゲーム軽減、敗者は全力で磯さんのまでで実践します。ということで、まあ、正直すごいきついミッション内容なんですけど、あと負けれない、とりあえずこの5000負けれないです、もう前昔を思い出すかのように負けれない実践なんで、とりあえず今日はマルハンさんで初めての来店ということで、頑張っていきたいと思います。下国上図が結局でも何100、200ぐらいじゃないで、ゲロアマやん。200でゲロアマって感じてしまう俺らも末期やけどな。おはようございます。よし、勢いで、なんでやねんこれ絶対消すやんこれ、もうおかしいって。あ、220 いや、昔のストイックさを思い出そう。昔のストイックさ知ってます？昔のストイックさ、ホールの中3時間回るんですよ、メダルこうやって持って。あ、やばい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 、ちょっと待って、すいませんすいません、俺どこやった、あ、すいませんすいません、おはようございます。あるあるやこれ。おはようございます、おはようございます、おはようございます、よろしくお願いします。さあ、いい実践できますように。おはようございます、おはようございます。あの、結構パチンコいってんぞ。お、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。あ、ちょっと待って、ゴッド開いてんねんけど、どうしよう、ゴッド開いてる、嘘、ちょっとどうします、ゴッド開いちゃってるんですけど、外線の方がいいかな。え、待って、外線開いてんねんけど、どうしようかな。ちょっと触ってみていいですか、外線。できれば角寄りの方がいいよな、角にしましょうか、角。で、しかもこれ理性格やしな、二性格の角の外線でいきます。取れるんですね、下国だってことで、外線がなぜか取れちゃいました。221番でなぜ取れた、とりあえずいきます。てか、このでもちょっとな、不可解な感じやな。ハーデス外線がもうガラガラやったっていうのがすごい不可解な感じ。ガックンした、今見ました、もうガックン、すごいガックンやったな。変更も変更や。昨日どんな感じ、昨日ゴッド3回引いてる、うわ6ゲーム6回いっちゃった。これは朝一準備のスタートが高いですね、可能性が。これ当てたら今日やれるよ、やれちゃうよ。いやー、これ朝一せっかくいいとこのモードな取ってるから、なんとかなんとかレア500一発引いてぶっ刺したい。下が、はい、来た来てしまいました、すいません、ちょっと Wi-Fi 繋がらなくて戸惑ってたら、早速ファーストチャレンジが来ました。111ゲームキリがいい数字で来ましたね。さあさあさあ、左に7が止まってほしい、行きましょう。そっちか、揃ってなら
いやー早い、111ゲーム赤7ですね。さあここでそろそろ毎回言うてるけどエクストラぶっ込みたい。まずは、今1個目で赤7あるんで、次もう1回やればで25分の1取って赤72連続で取ったらストックプラス1個なんで、それをもぎ取ります。25分の1出す、出ちゃったよ、出ちゃったならもう揃えていいかな。あがん、いや赤ならね下手やねんな俺。あんま爆脳戦をしたことがない。 10% で閉まります。落ちず右上がりは 10% で閉まる。あそい一番上、あー33番、はい、あー止まれ、揃え、ダメか、うわーラスト4ゲーム、いやまずいな、ラストもっとやりたいな、あかんか、いやーダメやな。まあ一応チョボの宝石の特殊抽選はあるっちゃあるけど、あんま期待はできひんな。はい、奇跡的に、宝石の特殊抽選で取ってるかどうか、ルップが。ありそうでなさそう、なさそうでありそう。さあ早速2枚目ですね。早い早いよ。まあ俺結構スロバチのアプリとかをまあホゲーっとなんかぼーっとしながら見たりするんですけど、あのまとめのやつ見るんですよね。結構まとめサイトのなんかスロバチアプリのまとめっていう項目があって、結構そこを寝る前とかに見たりするんやけど、それがまあ面白くて、なんかもう一回めっちゃ面白いのがあって、あの千鳥ノブがパチンコ屋さんで言いそうなことみたいなやつがあって、天井前で当ててどうする、クソ台ばかりじゃん言いそうっていうのがいっぱいあって、47枚ってなんじゃ、俺も今これを言いたい、玉が出んってやつ超面白いな。結構その場所のアプリのそのまとめサイトめっちゃ見て、一人でニヤついてるっていう、面白いわ。前と同じようなことしてどうする、朝一中野の引いてその後また天井とかまでハマって7枚突っ込むんか。前ポイズンさんと喋ってた時になんかパチンコ屋さんのなんかパード文字のネオン感が消えてることが多いみたいなことをなんか聞いたんですけど、ポイズンさんから。だからそれに関してもなんかアプリのまとめサイトにあって、なんか面白いそのネオン感の画像がいっぱい貼っとったんですよねこれとかやばくない、これとか映していいんか分からんけど、これこれチンコ村って言うのチンコ大王とかね、チンコチャンピオンとか、もうこれとか全く関係ないけど関連画像になっちゃってるから、チンコさせすとかねでもなんかあえて下さんらしい、なんかあえてその話題性求めるためになおさんらしいですね。あとはなんかそのパチンコ屋さんのそのなぜパーのとこだけよう消えるかって言ったら、だからその丸のやつがすごい蛍光化が細いとか繊細らしくて、それでよう消えるらしいですね。でその丸のとこだけ壊れたら切れたら、だからその歯も繋がってるらしくて
で全部消えちゃうっていう。でそのまま話題性のために、まあ、注目度を高めるためにほっとくっていう、そういう狙いらしいですね。まあパーを消すのは狙いじゃないけど、そんななんか裏事情があったんやっていう。ちょっと気づいたらなんか昨日の交通費とかホテル代とか、あと昨日の負け額で気づいたら財布の中からお友達が消え去ってたんで、お金を下ろしてきます。はい、ということで7万7000人という7万7000円というお金を引き下ろしてきて、気持ちの悪いまたオーカルトを発送させて帰ってきました。っていうわけで3枚目ですね。デカミだ。あっ、あー一番上。ちょっとちょっとマジでチャンス以外でお願いしますよ。出た出た、来た来た、これはある、これはある、これはあるよ。中段キザナ蹴った時点でゴッドが上がるならどっちかなんで、頼む。マジで嘘、嘘でしょ。激安で中段キザナ当たっててほしいな。そしたらいや引いたと思ったそれ。これ当たってなかったら辛いな。でも激安の中段キザナはマジで寒い、寒い方、寒い部類に入っちゃうんですよね。さらばよ、モードがいいんです。困ったことに。なんかざわついとる。ざわついてますね。当たるならこの流れで当たる。わ、雷、雷じゃないと鏡。もう一回来ちゃう？あ、来ちゃう。4回目、あ、当たった、当たるやつ、センキューゲーム、天国かな、またなんか中途半端なところで、天国やったらここが黄色になってゼウスの可能性もなくはないんで、白っ。見せてんのが良かったよ。ニプー4、来た。さあ、Dストップチャンス。右肘。まだあるからね。きっと。順当はようけ取れるんよな。天国やったら 25% がついてくる。やめて。鏡、ああ、ああ、あ、3、3、うわー、どうしよう。打てば打つほどお金が減るこの機会へ参り、回すしかない。秒で止まれた。正直この台打ってたら多分とんでもない金額やられちゃうかもしれないですけど、まあでも周り見ても何も空いてなかったし全然やれてないんで、まだ行きます。中段357で、キザナ3連。
無理やり当てるしかない。中段キナナとキナナ3連の分度があるから当たってもおかしくないけど、あれよ、この流れで当たるはずや。そろそろまだ続いてるか。まだ続いてるね。これはあるやつや。OK、 枠光って雷で、はい、次や。大丈夫やろ。 OK、 さすがにね。でもしかしたら中段キナナで当たって、その次のゲームでキナナ3連しとったんで、キナナ3連でも当たってたら、まあ、両方当たっとったらストックが1個あるかもしれないっていうところです。あってもええんや今日は。どうやろう、321って出てますね。あるんちゃう。鏡ラスト、あーないんか。あーありそう。天国旋風はないけど、天国ってパターン違う。もう天敗してよ。さあ続け、天敗続け、煽り続け。 OK OK、オール3連、オッケー、上がった。ふぅ、なんとか。天国中よ、天国中。ループついてこい。ループあるよ、ループ。天国おらんかな。なんか出目が強かったんよな、DJ 中の V 点。あら、でも30超えるな。どうかな、28公平がここやな。ちょうど30ぐらいで当たるかも。次、ちょうど30、鏡で豪華。はい、ちょうど30ゲーム。やばい、なんかゼウスバージョンみたいなことしてますねさあ、ターセット終了。やめます、パチンコ行きます。攻めのパチンコ行きます。はい、ってことで、移動先がチャマです。チャマ肛門チャマの、カピボリジャッジメントっていう、まあ信頼ですね、信頼。もう導入されて間もない機種です。なので初打ちなんですけれど、
まあ多分でもこれが配信される頃にはしばらく経ってるとは思うんですが、簡単にスペック説明していきたいなと思います。まず大当たり確率が199分の1で、50% で通常 50% で核兵に入る、ST に入るっていうような台です。まあよくあるやつですね。で 50% で ST に入れば128回転の、ST に入ります。でその ST の継続率がだいたい 65% っていう風になってますね。まあ、当たりの部分はまた当たってから説明していきたいなと思います。で外れても時短があるという感じです。でなんと言っても ST 入ったらいかついのが、当たれば ST 中当たれば 70% が、16ラウンドっていう最強の手玉が取れます。でなんかゴジポケットっていうのがまあここにあるんですけど、じゃあその ST 中当たれば 70% でその16ラウンド取ればゴジポケット込みで2700発っていうのが出るんで、かなりいかついです。出玉は、出玉性能は。ちなみに6枚目です。で外線の分流したら704枚でした。満遊チャレンジ、満遊のあの煽りがありますね。入ったら熱いよ。満遊チャレンジ行ったら期待できる。あの若いっすな。レベルアップして、あ手先を蹴って赤いよ。満遊チャレンジ、あいった、あるあるある、これある、これ期待できます。これもう信頼度 50% なんで、これだけで、いや当たっちゃう、当たっちゃう。190回転目3人揃ったらもう当たりなんで、シンプルに、シンプルに当たろう。もあるよ、2分1。あーうっそ、ダメ、まだあるやろ。復活は、あーダメか、あかんか、当たってほしかったな。なんか爆発の保留ですね。まだこれや、今回はレベルアップチアンっていう、あレベルは緑か、はい継続ですね。おお、あるか。いやさっきのはなんか技術なかったってことやな。はい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 、赤ホリウッドの期待66ドキドキって、あーこれギリさんですね、ギリさんあるよ。あとは金とかトラグラとか絡めばいいんやけど、あ何回かも行きました。激アツ激アツ、来た来た来た。で緑保留ある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 、ロゴガンガン落ちる。あ実写のやつですね、これ。たくさんたくさん発展が、まあでも激アツ絡んでるからな。赤ホリになった、いや大丈夫やろ。あ言いましたね、これこれも熱いリーチの一つなんで、いやあいつこれ、これはもう絡みまくってる。赤完全懲悪、あと、激アツでしょ。これ 3.4、 あ 3.5 金兵衛見守ろう。そこまでだ、出会えたと思えば熱いどうか。俺が行く、そう簡単にやられるかよ。まあ、金兵衛の時点では60何パーの期待度って言われてるんで、もういろいろ絡みまくって、今これは当たるやろ。はい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 、たった今赤ですね、一撃
嘘でしょ、マジ復活、止まんな止まんな止まんな、いった、うっそー、マジでそれ外れマジか、いやー、しょっぱなこういうの外されちゃうとな、どれを信用したらいいか分かんなくなっちゃいますね。いやー、やられた、お、抗議の兆し、これ強めの先読みですね。ちょっと見ますか、しっかり完全調和、赤ね、赤、はいはいはい、今んとこいいよ、堀江がまあ何で変わるかですね、軍とかある、軍とか、緑か、でも全部いいんじゃない、あ、軍よ軍よ、え、あらあらあら、軍、女神降臨、うわー、軍軍いやー、あるでしょ、あ、キンキンキン、これね、これね、キンキン、熱って書いてる、これはこれは今回はいいんじゃない、はいはい、ガロのやつみたい、2点敗、スケさん超えてのスケさん、スケさんリーチ、保留が変わんない、あ、変わるわ、赤保留、後期保留が、でも金も絡んでるしな、いいんじゃない、ここでは当たらんよな、だから出てくるんですよ、はい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 、で完全懲悪で発展先ですね、発展先、超えろ、ここも超えよう、あー、またまた金兵衛、さっき外したからな、あの赤文字ですね、あ、カットいなかった、あ、いった、絶対いった、よーさこれひねらしてくれた、これ悪夢のすんごい、オーケー、サンキュー、これ座ってから7本目ですね、早い方や、さあまあここはいいよ、あとは 50%、 まずは 50% で SE を取りましょう、いやー変わらず、ドナーシュボース、まあ時短の方か、これまあ3ラウンドなんですよね、これあ、じゃあ10ラウンドか、10ラウンドですね、時短の方やから10ラウンドや、まあでもこれ勝てば ST ですね、まだチャンスはある、黙れ、いけ、頼む、いってまい、あー落ちた、 OK、 あるぞこれ、あるぞ、始まった、ふう、気持ちいい、脳に響く音出しますね、さあ V アタッカー、いい音いい音、サンキュー、さあ怪物ラッシュ入りました、でただハサバリの時だけ ST 回数が100回なんですよね、ほとんど、じゃあ残りの28回転は、まあ、188回転の ST なんですけど、その右打ち的には100回転だけで、残りの28回転は左打ちで消化しないといけないっていう感じです、だからまあやめ時はちょっと大事な台ですね、でよ、とりあえず当たれば、当たれば7割で2600発なんで、で700やったっけな、あ、ホリュー、で先読み入ってるよ、あ、これある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 、
金金金青堀やけどね、多分出てくるんじゃない、引っ張って、はいはい出していく、8点敗金絡んだよと思うねんけど、どうなんやろ、あでも青堀はないよな、大銀リーチ、あ、赤い赤い赤い、あるあるあるいけ、いけいってまい、オーケー、おっさあとりあえず当たりで、ここであと7割取れば16ラウンドです。当たりました、当たりましたよかったっすよ、マジで、オーケー、よっしゃー、これで2600発なんで、いかついよこれ、ふぅ、あっちで、しかも1回当たったら110度足回転の ST をちゃんと右打ちで消化できるっていういいことだらけ、もう1回だったら店員さん呼ばんとダメなんで、そういう台ですよ、2400発突破、だからこの199分の1でこの一撃1回当たったら2400発突破しちゃうっていうのがね強みやな、この台の、はい、結果発表、結果発表、2673発でした、で、継続と、で、回数が128になってるはず、なってますね、お、最近も入った、開け、開いた、お1682発、さっきよりはちょっと増えたね、おーっとっとっと、あら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 、あーでかいでかいあーやっべーこれ、まだねまだね、ここね、掴み取ります。神のケツはチャマが吹く。マジである。あ、何これ何これ。保留変化じゃない？いや保留レーンじゃないこれ。違う。2700いった。うわあ2700いったらレインボーになっちゃうっていう。で、元祖モードなんで、多分保留連じゃない、違うかな、保留連、あ、あー出た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 、保留連や、じゃここかな、これ4回目なら多分ここですね、で、チャマがリーチ、ラッキーチャンス、球を抜き、すいません球抜きます、タイミング、すいません、ちょっとタイミングが保留連でしたこんなもんこんなもん16でしょ、当たっ16ですね、止まらんよこれも、はい、万発突破、総獲得が万発できましたね、ものの20分ぐらいで万発できました、あ2700いった値段超えたもののみが見れるレインボー、でだいぶブイブイ言わせてますねこれ、今も神盛り神盛り神盛りってきてなあですよねお調子乗ってなあとか言っちゃいました今ポイズさん年上やのにあ、先を見てるよ、あるあるある、4回目開いて
でグリッド当たる楽しいこれ。そろそろでも7割の壁を超えれへん時が来そうな気がするんやけど。あ、引いちゃうんすよねあ、もうすんごいすんごいのこれ。今のところ多分20回転以上はまってない気がするんだけど。まくってないっすか、またっすか、どういう計算。今俺56本ですよね。で700枚あるの15000いる感じですか。とりあえずあと1回当たれば、あと1回当たってまあ7割取ればチャラ、うん、チャララインにはいきますね。煽ってるよ、これ変われ青。リーチ頼んます。ちょっとまずいな、ラスト25。例えばね、突き態度はナンパー、はい、何やそれあ、でもなんか初めて誰に言ったの。いやでも、デロッパーじゃないの、違うんかな。あ、嘘マジか、うわ、でっかこれ。106回転ですね、残り 20もなかった。でもこれは、あ、これ3ラウンドですね。いや全然全然いい、やり直すや。あ、ダメなん、嘘。あ、武器レベルアップいくやろ、てばい。あー、ダメなん、あ、だってばい。ここの保留でちょっともぎ取ろう。終了。まあ7連戦14610発なんで十分すぎますね。もうさっきまであの苦しかったのが全てこれで帳消しだったんで、マジでありがたいです。時間まだあるし、もう一回当てよう。ロック当てでまくって帰ろう。はい、ということで、まあ、逆転が小さかったけども時間が来てしまったんで、終わりにしたいと思います。まあすいません、あ、結局当たり1回なんですけど、まあ、それがすごい伸びてくれたんで、よかったかなと思います。ということで、このまま店内の出玉状況の方見ていきたいなと思います。ギズナーこの辺強いですね。45の28と34の28、24メダル両方上下積んでて、こっちの方行ってもいい台ありますね。外線僕取ったやつはやっぱダメやったんですけど、その右の台が多分6っぽかったです、見てる感じで。その横も出てますね。あ、ここの並びが外線強いなって感じがします。で月下が強い、月下が状況いい。番長3にもしっかりと、上ありそうな、最高セットもありそうな台もありますね。でエヴァこれが出てますね。これ半分ぐらいあるんちゃうかな。番長3この辺、こっちの方の塊が強い、この角さんとか角2とか、こっから5台並びぐらいでしっかりメダル持ってる感じです。あの人もここ3台並びでいいですね。バーサスゴリゴリ強いっすね。バーサス全体系じゃない。
まあボクシーでしか言えないですけど、グラブが見れないんで何とも言えないですけど、でもガスさんがみんないいんで、多分これ全体系でしょ、全5、6とかじゃないっていう感じで、まあなんかゴリゴリの全体系をやってるというよりかは、まあもちろん悪い人もあったんですけど、全体的に結構どこでも期待ができるようなまばらに設定振り分けてあるような感じの、ような気がしました。まだよかったら最終結果は記事に載ると思うんで、見てみてくださいということで、まあ僕もある程度は取り返せたんで、まあ負けてはいますけど、まあ大負けということまでは言ってないんで、とりあえずお家の鍵は開いてると思いますということで、ありがとうございました。下克上お疲れ様です、うん、はい、ということで、マルハン新宿東宝ビル店さんで、実践したんですけど、まあ、朝の抽選が400人ぐらいっていうところで、で、まあ、ちょうど半分ぐらい200万ぐらいの入場で、で、まあ、朝一なんか知らんけど凱旋取れたんやな、多分凱旋派ですがすげえガラガラでなんか知らんけど、でやっぱ座ったけどマナーやったのかな、いやもうまあちょっと何とも言えるんですけど、まあそれで凱旋、座れて座ったんですけど、まあ、隣は間違いなく右でした、横角じゃなかった、で使ってもうて、で朝一で赤玉引いたんやけどな、でこれ結構あるんですよ、このポイズンさんが、カメラの時に朝一すぐに赤玉引けるんやけど、それはなんかデジャブで、引いたけどそこでしっかり爆発的にできんとすぐに終わって、そっからダダーッと下がっていくっていう流れがポイズンさんの時になんかテンプレ化してるんで、これはちょっとこの流れはマジで良くないほんまに。でまあ積もれなかったから、ちょっと逆転目指して結構突っ込んじゃったんやな、スロットで5万ぐらい突っ込んじゃって、2500枚ぐらい突っ込んじゃって、でこれはちょっとあかんなっていうので、もう茶番、寝台の肛門茶番ですねの神盛りジャッジメントに言ったんですけど、これは良かった、すごい。これ自体の投資は1500発で回収が1万917発ですね、だから凱旋は2350枚投資で回収704倍で、チャマは1500発の1万917発なんで、チャマだけで言ったらかなりプラスなんですけど、まあ、2差はしたらちょいマイナスぐらいっていう結果に終わりました。でチャマ様々ですね、凱旋の投資をまさかチャマでまくれるとは思ってなかったね。しかも199分の1なんで、あれマジでおすすめやと思います。そう、よう当たるし、入れば入って噛み合えばもう一瞬にして出玉が増えているんで、かなり楽しめました僕は。っていう寝台やしね、寝台ほやほやと思うんで、まだまだもしよかったら打ってみてくださいって感じで、まあちょっとね、やばい、3連敗よほんま。ちょっとこれはあかんな、あかんよ、あかんな、あかんな、もう空子いちごちゃんにあかんな言われるんで、うん一生滑り台で遊んでるんですけどね、もう今滑り台とジャングルジムが一緒だったやつで、それを写真撮る、鬼嫁っていう感じのこれが日常風景です、吉木家のっていう感じで、まあちょっときついんですけど3連敗で、この流れはちょっと早めに止めとかな、痛い目見そうな気がするんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。みんな最後まで見てくれてほんまにありがとう。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタン押して入ってください。あ、もしよかったら、Twitter のフォローもよろしくね。ということで、次の動画も見てくれたら嬉しいです。